樋口啓太、はい、太皆川、はい、平成23年度、防衛大学校卒業生諸君、卒業おめでとう、自衛隊の最高指揮官たる内閣総理大臣として、心から お祝い,いを申し上げますまた平素から自衛隊に対して温かいご理解とご支援をいただいているご来賓の皆様におかれましては本日もご対応の中ご出席を賜り感謝を申し上げたいと思いますまた先ほどご挨拶をされた伊予木部学校長をはじめ学生の教育にあたられた教職員の皆様に 経を表すする次第であります平成23年度は日本にとって東日本大震災という国難に立ち向かなければならない特別な一年でありました一方で自衛隊においては被災地の救助救難に史上最大の10万人体制で臨み 被災地のみならず国民の高い評価を得ることができましたこのことは長く歴史に刻まれるそういう一年になると思いますこの特別な一年を終えるにあたりこの小原大を巣立とうとしている卒業生諸君に私は三つのことを 申し上げたいいと思います第一は言うまでもありませんが、国を守るということの責任の重さであります。警察予備隊、保安隊、自衛隊を経て、これまで長きにわたり、我が国の平和と独立を守り、我が国の安全を支えてきた、 国にとって最も重要な役割を果たしてきたのが自衛隊であります。そのような中で、我が国の周辺における安全保障環境は厳しさを増してまいりました。核・ミサイル問題を含む北朝鮮の動き、軍事力を増強し、周辺海域において活発な活動を続ける 中国の動向などなど我が国の周辺環境は厳しさを増すと同時に複雑さを呈し不透明感が漂っていますこのような新たな事態の中においてもしっかりとこの国を守り国民を守らなければなりません自衛隊の役割はますます大きくなっていると思います私は かねてから国民がこの日本に生まれてよかった、そう思える、誇りの持てる国を作りたいと申し上げてまいりました。誇りの行き着く先、究極の姿は、祖国が脅かされ、我が家族、我が隣人、我が同胞が危機に至ったときに、その困難に 完全と立ち向かう意欲と能力があるかどうかだと思います。皆さんがまさにその大きな責任を果たすことになります。防衛大学校において、その基礎的な素養は身につけられたと思います。専門的な知識を学び、国を守ろうという情熱を培ってこられたと思います。今後も自身のみならず、 部隊を鍛え抜いて、防衛対抗にのっとり、動的防衛力の整備の一翼を担い、国防の任意をしっかりと全うしていただきたいと思います。二つ目は、世界に羽ばたく危害を持つことであります。戦後、日本は国際協調の実績を積み上げてまいりました。そして、 平和国家として諸国から信頼をされる、尊敬をされる国になってまいりました。この営みは永遠として続けていかなければなりません。特に広く世界を知り、国境を越えた深い交流を行うことは、21世紀の自衛官の私は素養につながると思います。 東日本大震災における米軍のいち早い動き友達作戦被災地において多大なる貢献をされました改めて日米の絆の強さを実感をいたしました日米同盟は進化発展させなければなりませんその日米の同盟の 現場を預かる皆さんがぜひ支えていただきたいというふうに思います。多くの国から今回大震災の際に温かいご支援をいただけました。その感謝の念を具体的に表す一つの行動が国際平和協力活動への積極的な参画だと思います。諸君の先輩たちは 南スーダンにおいて、気温四十度以上の国所の中で、道路や施設作りに懸命に努力をしています。南スーダンだけではありません。五蘭高原、ハイチ、ソマリア、アデン湾、こうしたところで先輩たちは汗をかいてまいりました。その国際的な評価は、皆さんが思っている以上に高いものがあります。 ぜひ皆さんにおかれましても仮に国際平和協力活動に携わる際には臆することなくこういう先輩たちの誇りをしっかり助けとして受け取ってより世界から尊敬される信頼される日本づくりに貢献をしていただきたいと思います三つ目は国民とともに あある自衛隊とということであります私は2月の末沖縄をお訪ねをいたしましたそして旧海軍司令部号を訪ねました沖縄戦の末期私の郷里の大先輩である大田稔司令官が自決をされた場所でありますいよいよ 米軍が迫ってくる中において太田中将は電報を送りましたそこには沖縄の県民の皆さんがひたむきに戦闘協力をするその姿そしてその悲惨な状況を詳細に書いた内容ですその一番最後に沖縄県民各戦い この県民に対し、格別の、特別のご後輩をたまらんことと結んでいます。最後の最後まで沖縄県民に思いをいたし続けたその姿を後世に生きる我々も胸に刻まなければならないと思います。今も昔も変わらないことは 国の独立と平和を預かるものとして常に国民に寄り添う姿勢国民と共にある姿勢だと思います私は自衛隊の中でもその気持ちは精神はしっかりと培われてきていると確信をしています東日本大震災の際に一人一人の隊員が 誠意ををっってて真心を持って被災者の皆ささんに対応されました私は昨年、航空関越式の時に、行方不明になっているお子さんのウルトラマンの人形を見つけて、お母さんに手渡した隊員のお話をいたしました。そのお母さんはしっかり人形を抱き続け、感謝を続けました。さまざまな被災者がいます。 一人一人が真心を持って、誠意ある行動を被災地で示された、そのことは私は素晴らしいと思います。自衛隊は常に国民と共にある、自衛隊は常に国民に寄り添う、その思いをずっと諸君においては抱き続けてほしいと思います。最後に ご家族の皆様におかれましては大切にお育てをいただいた若者たちがこの防衛大学校の教育において今日のように立派にたこましく成長をされましたこれからこの若者たちをお預かりをする政府の立場として彼らがしっかりと任務を果たせるように万全を期していくことを お誓いいいを申し上げたいと思いますそして今日誇りを持って、この小原台を巣立ち、日本の守りのために、世界の平和と安定のために、それぞれの認知に赴く、卒業生諸君に対し、今日は温かくお見送りをいただければと思います。卒業生の皆さんにおかれましても、今日、 皆さんがあるのはご両親やご親族のおかげだと思います。そのことを忘れずに、これからの人生を歩んでいただきたいと思います。最後になりますが、幹部自衛官として、皆さんがたどるこれからの道はいつも暖かい、日のさす平坦な道ばかりとは限りません。そのような時に 今日申し上げさせていただきました、この国を守ることの責任を自覚し、世界に羽ばたく被害を持ち、そして常に国民と共にあるこの姿勢を堅持して、幾多の困難を乗り越えていただきたいと思います。皆さんならば、それが必ずできると私は確信をしております。これからの皆様の国防の任務がしっかり 果たされることを心から記念をし、私の訓示とさせていただきます。平成24年3月18日、内閣総理大臣野田佳彦、以上です。